こんにちは、今日は、私の朝の必需品こちらアフロートのスペシャルストレート、こちらをご紹介していきたいと思います。今私の髪は、髪の毛を洗ってドライヤーで乾かしたままの状態です。何も接頭剤とかがついていない状態です。こちらに、ブラシを使って必ず最初に、毛流れを整えていきます。そして、よくプロの方がブロッキングをするんですけれども、私は、ブロッキングが大変苦手です。ですのでこちらのヘアゴムを使って、ブロッキングをしていきたいと思います。だいたい耳の上ぐらいから人差し指でまっすぐ上側の髪を取っていきます。簡単に束ねて邪魔にならないように上に持ち上げておきます。そして真ん中で、だいたい真ん中で半分に分けます。そうしましたら、こちらのアイロンを使っていきます。まず、毛量を少なめに取っていくんですけれども、私はだいたいこのぐらい、毛束、そうですね、3センチから5センチぐらいなんでしょうか。こちらを取って、必ず根元からしっかり入れて真下にそのままスライドさせていきます。前が終わった時点で後ろの残りの髪の毛、こちらも根元からしっかり入れて毛先までスライドしていきます。1回でまっすぐになりますので、1回もしくは2回ぐらいスライドをさせればもう十分だと思います。そして今度反対側、次はもう少し表面の髪の毛を取っていきますので、先ほど留めた髪の毛を下ろしていきます。でこちらですね、もう本当に少しずつ束を取りまして、下にゆっくりゆっくりスライドさせていって、髪の練り癖を取っていきます。見えますか。同じようにスライドさせていきます。だんだん後ろの方になってくるととってもやりにくいんですけれども、その辺は、何回かやっているとだんだんと慣れてきます。反対側も同様に、後ろの方は全く見えないので、もうこれは慣れで噛んでやってます。うまくできているでしょうか。最後に前髪、ここが一番重要なポイントになると思うんですけれども、私はちょうど今こういうふうに前髪を作っているので、一気にこう全部取ってかけるのもいいんですけれども、変に跡がついてしまうと嫌なので、私はまずここからかけてます。端の部分から少しずつ取って癖を取っていきます。反対側も同様にスライドをして癖を取っていきます。そして前髪ほぼ全部を全部まとめて一気にかけます。この時にちょっとこう手首をスライドさせてあげると内側に絡まってきます。あとは表面の方をちょっと調整をしながらもう一度かけていく、こんな状態ですね。最後にブラシで整えていきます。完成です。
艶がすごい出ているのがお分かりいただけるかと思います。私はこれを毎日朝、そうですね、5分ぐらい、5分もかからないでやってると思います。朝これを、やりまして、雨に濡れたり、汗をいっぱいかいたりしなければ夕方までしっかり待ちます。私はこれがなければもう外には出られない状態です。